はい、GA です。どうもいつもありがとうございます。今日のお話はですね、耳コピーのお話です。耳コピーと言いましても、例えば難しいフレーズが聞き取れない、早すぎて聞き取れないとかね、そういう類の耳コピーと、その曲のコードが何なのか、コードとしてバーって鳴ってなかったとしても、その小説のコードは何なのかっていうのを分かるようにするための耳コピーとね、まあ、乱暴にざっくり分けると2種類あると思うんですけど、今回はそのコードを取るというお話です。ただね、このコードを取るということができないと、フレーズを取るっていうこともなかなかうまくできないんですよ。フレーズをね、聞き取ってパパってすぐに弾ける人っていうのはね、もうね、大体の人がね、もうコードが分かってるんですよ。でもっと言うとね、そのコード進行、前後のコード進行とそこで使えるスケールも分かってるんですね。もうそこまで分かると、早いフレーズでもこうかなっていうね、仮説が立てれるので、圧倒的に早いんですね。今日はどんな人に見てほしいかというと、まずね、その耳コピーをできるようになりたいと思っている人と、あとはそのコードを自分で取れるようになりたい、もっと言うとその曲のコードアナライズとかできるようになりたい、ね、まあそういうちょっとコメントもいただきましたので、この動画を作ろうと思ったんですけど、ゆりもチャンネル、やっぱり多くの人が言ってると思うんですけどね、まずね、ベースが何の音を弾いてるのかっていうのを聞けるようにするのがいいと思うんです。例えばね、じゃあやってみましょうか。はい、この曲ね、ベースどんな音鳴ってたか分かりますか？ドゥーン、ドゥドゥーン、ドゥって鳴ってましたよね。それギターで探してみますね。はい、この音だったと思うんですね。オクターブ違いますけど、楽器が違うんでね。はい、この音ですよね。こうやってまずはベースが取れるようになるっていうのがまず第一段階です。まあベースが取れてもね、そのベース音に、そのルートに対していろんなコードがあるじゃないかということになりますよね。いろんな響きによってちょっと惑わされますよね。いっぱい種類あります。こんだけね、もっとコードね、種類いっぱいあるんでね、惑わされるんですね。なので、おすすめの方法は、まずは簡単な曲で、まずベース音を聞いて、そのルートはどこにあるのかっていうのを取りますね。で、それを3つに分類します。メジャーコードか、マイナーコードか、変なコードか。メジャーコード、マイナーコードか、変なコードかに分類して、もうコード譜作っちゃうんですね。その癖をつけると、徐々に耳が鍛えられて、どんなコード進行でとか、どんなコードでとか、どんなフレーズを弾いてるのでっていうのがね、分かるようになってくるんですね。で、そのね、メジャーかマイナーかっていうのがね、分かるかどうかっていうのが、まずね、その第一段階だと思うんですね。メジャーかマイナーかが分かるような響きじゃない時が結構あるんで、そこで、ギターを活用してどっちが合うかっていうのをね、やってみるといいと思うんですね。その曲の雰囲気、まあ例えばさっきの曲でしたら、はい、このベース音に対してメジャーのサウンドを鳴らしてみます。はい、ギターを使うと楽なんですよ。ここにルートがあるとしたら、この位置関係なんですよ。5弦でも一緒です。この形なんですね。4弦でも一緒です。この位置関係で鳴らしてみて雰囲気が合うか、それとももう1フレット下げたところね、半音下、この響きが合うのか、どちらに分類されるか、まずは聞き取ります。もう一回聞いてみましょうか。はい、メジャーだったら、マイナーだったら、さあどっちでしょう。こうやってそのコードがメジャーかマイナーか、それ以外か、この3つに分類できるような耳を鍛えるっていうことですね。どっちだと思いましたか？これはね、メジャーコードですよね。
でね、耳コピが難しいっていう人ね、このね、メジャーかマイナーかっていうのがわからないっていう人が結構多いんですよ。その段階でね、フレーズをコピーしようとしてもね、なかなかうまくいかないですよ。フレーズ、ソロのフレーズであったとしても、なかなかうまくいかないです。うまくいけたとしても、どっかで壁に当たるんですよ。僕も実際そうでした。耳コピーするんですけど、まあ時間かかるんですよね。まあ慣れてきたら早く取れるんですけど、それでも限界があるんですね。で、そっから先はもういつまで経っても早く耳コピーができないんですよ。ね、メジャーかマイナーか、もしパワーコードで3度が鳴ってなかったとしても、どっちの音が合うかっていうのを前後の流れで判断して書き込んでいくんですね。そうしてコード譜を埋めていきます。こうやってね、ベース音を聞いてやるやり方が一つですね。で、じゃあこういうタイプの曲はどうでしょうか。ベースが鳴ってないですよね。イントロでベースが鳴ってないパターンとかよくありますよね。フレーズだけが鳴ってるパターンですね。もうね、そこは飛ばしちゃいましょう。はい。だいたいそのフレーズはその曲のどこかにまた現れます。現れない場合もありますけども、だいたいどっかで出てきます。もしそのフレーズがその曲の中で現れなかったら、もうそのフレーズのイントロはもうなしでいいです。それ以外を取りましょう。そのタイプの曲っていうのは、そのくっつけたようなイントロなんで、その曲と関係ないことがあるんですよ。SE 的な時が多いんですよね。こうやってね、ある種決めつけみたいな感じで、どんどんコード譜を完成させる方向に持っていきます。で、実際さっきの曲は途中でそのフレーズに被ってベースが鳴ってきます。はい、これですね。まあフレーズはこんな、こういうフレーズなんですけどね、ベースが途中で入ってきます。流れになってますね。最初のコード、ベース音、はい、これがメジャーかマイナーかギターで探してみましょう。はい、これ6弦開放なんで、さっきの技を使おうと思ったらオクターブ上げないといけないですね。5弦の同じ音を押さえます。 E の音ですね。で、これに対してメジャーなのかマイナーなのか、さあどっちでしょう。聞いてみましょう。はい、こっちですよね。はい、だからこれは E メジャーです。これね、5弦と6弦の指板の音の名前がわからなかったらこれね、どうしようもないんですけども、指板の音名を覚えるという動画がありますので、それを見てもらったらね、もうすぐ覚えれます。それはすぐ覚えれます。ただね、こういう耳コピとか、その音楽イヤーを鍛えるっていうことに関してはね、ある程度時間がかかるので、焦らずに、ね、習慣づけが大事なんですね。どういうことをやってるかっていう習慣が大事なんですね。だからなるべく自分でその曲のコードを取るようにっていうことをやっていくっていうことですね。それ数こなしていくと必ず耳が鍛えられますので、ゆくゆくはフレーズもすぐ取れるようになってきます。もうめちゃくちゃ早い人はね、もうね、コードも分かってるし、コード進行も分かってる、コード理論もある程度分かってる、で、スケールのこともある程度分かってる人なんですよ。これだけ一気にね、覚えようと思ってもなかなかね、もう諦めちゃいますよ。もう僕もそうでしたから。はい。なので、そこでね、うわーってならないように、できる範囲で、そういう知識がない段階でも、その段階でできることやるっていう習慣をつけるとね、案外できるもんなんですね。もうこの僕でもできたわけなんですからね。はい。で、次のコードですね。1個目はメジャーでした。どっちもメジャーで弾いてみます。2個目もメジャーで弾いてみますね。はい、E メジャーと G シャープメジャー、G シャープマイナーにしてみましょうか。お、こっちの方が合ってますよね、ということなんですね。そのメジャーコードに、例えばセブンスとかいっぱいつくこともあります。ナインスとかね、マイナーコードにもセブンスとかナインスとかいろいろつくことありますけども、とりあえずメジャーかマイナーかを取ってしまうっていうことなんですね。
そんな感じでね、一回やってみてください。例えばね、スタンドバイミーとかね、ああいう簡単な曲ですよ。それとかね、オアシスとかね、シンプルなコードを使ったバンドの楽曲をこの方法でコピーしていくと取れると思いますので、オアシスとか日本のバンドだったエルレガーデンとかね、割と簡単なコードを使ってること多いんで、エルレガーデンとか、あとね、ちょっと古いですけどブルーハーツとかね、その辺の曲をちょっとね、このやり方で耳コピーしてみてください。全くコードとかね、自分で取ったことない人がこのやり方で自分でコード譜を作れるようになったらね、これはね、感動もんですよ。で、あとはメジャーかマイナーでどうしてもどっちも合わない場合、これを試みてください。例えばこれベースが B だったとしますね。で、メジャーも合わない、マイナーも合わないという時は、一回ね、これをこの位置関係で試してみてください。この感じにはまる場合は、大体がディミニッシュとかマイナー7フラット5とかなので、これが出てきた時はとりあえずディミニッシュって書いちゃいましょう。もうそれでいいです。その段階でできること、書けるように書いたらいいと思うんですよ。一番負担がなくてね、いいと思うんですね。はい。で、それも全然合わないなっていう場合は、このルート音がここだったとしたら、この位置関係で聞いてみてください。この場合はとりあえずコード表記は、これは G で、ここは B なんで G on B と書いてください。とりあえずそれで埋めましょう。そうすると自分が作成するコード譜っていうのが完成しますので。で、ここのコード怪しいなとか、その間違えたコードっていうのは必ずね、そのパターンとしてやっていくうちに出てくるので、その時に覚えるんですよ。わからないコードが浮き彫りになってくるので、はい、ちょっとまとめますと、このルート音に対して、この位置関係だったらメジャー、この位置関係だったらマイナー、それ以外の場合はこの位置関係を試してください。それも合わない場合はこの位置関係を試してみてください。どれかに当てはめるといいと思います。コードが分かればフレーズも分かりやすいんですね。もっと言うと、コード進行というものが分かればもうスケールがある程度特定できますので、もうね、大体もうパターン読めるんですよ。で、そこまで行こうと思ったらね、なかなかやっぱり遠い道のりなんで、はい、まずはこのコードをね、分かるというようにするっていうのが第一段階としておすすめです。これはね、耳コピーだけのためじゃなくて、音楽そのもののレベルを上げてくれるはずです。音楽やって間もない人は、大体メジャーかマイナーかわからない人多いんですよ。例えば楽器をやらないで歌を始めて間もない人は、メジャーかマイナーかわからない人が多いです。そらそうですよね。僕もそうでした。まあそういう人はね、オクターブの違いすらもわからなかったりするんですね。はい、僕も最初そうだったんで、はい、いかがでしたでしょうか。まあ指板のその位置関係についての動画とか、まあ、古い動画で作ってありますので、あと指板の音名を覚えるとか、キーについての動画とか、いろいろ作ってますので、チャンネル の虫眼鏡のところで、例えば音名とか打ち込んでもらったら出てくると思うんで、出てくるはずですきっと。はい、動画はちゃんとチャンネル内にありますので、概要欄にも貼っときますので、それと組み合わせてぜひ音楽耳を鍛えてください。音楽は耳が一番大事なんで、まあ、僕もね、ぶっちゃけそんなのね、もう関係ねえやって最初思ってたんですけどね。僕も最初早弾きばっかりやってたんで、ね、中学生高校生の時はもう早弾きのことばっかり考えてたんですね。そのフレーズのことしか意識できなかったんですよ ね。そこで鳴ってるベースがとかドラムがとかっていうの意識できなかったんですよね。まあそれも含めまして、曲のコード、メジャーかマイナーかそれ以外かっていうのをね、取れるようにぜひやってみてください。それではちょっと今日はお堅い話になってしまいましたけども、このチャンネルではギターを使った楽しいコンテンツをいろいろ用意してますので、チャンネル登録グリグリ通知オンでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。ジグリ。